被作小住宅湯沢酒造会館旧5月町役場、白井聖一2月5日から1983年11月22日は、日本の建築家、京都市出身、白井七蔵縁の長男。父、七蔵は、下京区の銅の美業者で、第1.2回内国官僚博覧会に出品した、当時の代表的な銅版職人であったが、明治後期には、 工場指名簿から姿を消しており、近代振動工場の台頭により廃業したとみられ、五福の行商に転じていたという。1917年、12歳で父と死別。画家、近藤光一郎に16歳で嫁いだ姉の元に身を寄せた。東京府本郷区湯島道包丁である。1918年4月、青山学院中等部に入学。 その後東京での転居を経て、1923年、関東大震災で、近藤邸が全焼し、静岡県に一時滞在、その後京都市内に移転。1924年、京都市上京区大宮通り一条上がるに転居し、4月に京都高等工芸学校図案課に入学。1928年卒業。この年母と死別。学生時代から、 京都大学の若き哲学者の戸坂淳に、刑事、さらに戸坂を通じて、美学者の深田康和に死宿した。やがて、シベリア経由で通し、ベルリン大学哲学科に入学、ヤスパースらに指示しつつ、左翼運動に身を投じた。ドイツでは、哲学を学ぶ傍らで、ゴシック建築も学んだ。パリにおいて、日本人会に出入りし、 アンドレ・マルローや女流作家の林文子と出会う。1933年に帰国し、義兄邸をはじめ建築設計を手掛けるようになる。第二次世界大戦中は秋田に疎開、当地でも作品を残した。戦後はモダニズム建築前世の風潮に背を向け、哲学的と称される独自の建築を生み出す。その流れで、 白井の仕事がもっと評価されて然るべきだということ、近代建築に反旗して、半近代が結晶したとも言える白井の仕事が今後、重要な意味を持ってくる。例えば歴史的な建築の取り組み、職人にそのものとも言える仕事ぶり、独特の美学について、今後もっと突っ込んだ形で感謝されるべきであると、されてきた。生前、日本の建築界で十分に評価されなかったと、見られている。 白井の生きた時代は、日本の社会が圧倒的に近代建築を求めていた時で、近代建築に飽き足りないごく一部の建築家とか、施主だけがわずかに白井に関心を抱いていたに過ぎなかった。懐、商館、ノアビル、長崎県佐世保市にある、海商館と呼ばれる、ヨーロッパの石像の塔を思わせる建物は、白井の代表作と言える。機能としては、 神話銀行本店のコンピューター旨であるのだが、機能的には、およそ不必要な形態、空間、材料が与えられており、常識的には、過剰な表現及び構造であるかに見える。しかしこれは、実は、非常に合理的なデザインでもあった。また、東京都港区イ倉クラの交差点に喫立する、ノアビルは、事務所ビルであるが、楕円形の平面をしており、窓も極端に少ない。 1952年に岡本太郎が発表した縄文土議論の影響を受けて、1955年、新建築史上での単下と川添登の,の対談で提起された縄文と弥生というテーマを受ける形で、翌1956年同士に掲載された白井の作品解説文、縄文的なるもの、を、江川四宮にら山間については、建築界に、 伝統論争を巻き起こしたと言われる。が、実際対談や論争したことはなく、後に不意調されたもののようだ。1961年、第4回、高村光太郎賞を受賞したことは、その後の活動への大きな励みとなる飛躍であった。受賞は、全商寺本堂などの業績に対してであった。1969年、箱根国際会議場設計コンペの審査員を、 依頼されてから、その審査委員長であった、前川国夫と信仰があり、雲友苗や、琵琶湖コ北領などの完成を見ずに倒れた、白井の死を、前川は、日本の闇を見据える同行者はもういないと嘆いている。また磯崎ざ信とも信仰があり、日経秋アクチュア1984年1月2日号では、白井から多くを学ばせていただいたという。 丹下建造の対局にある鏡のような存在としての建築家として近代建築の直面している問題を乗り越える手がかりについて何かと示唆を与えてくれた建築家であったとしている。つくばセンタービルでの設計を磯崎が担当することになったことについて白井は大変喜び講師にわたり何かとお世話になったという白井の建築作品を特徴づけているのは 象徴的な形態と光に対する独特の感性である。白井の作品では合理的な解放という面と形上学的な表現という面は分かちがたく両立している。また、コンクリート作りの内部空間はしばしば洞窟的と称される独特の光の扱いを示すが、木造においてはむしろ開放的に明るい。空間を建築創造の主題とする。 近代主義建築の主流に迎合せず、むしろそれ以前の部屋単位の組み立てや、陰影や素材によってもたらされる奥行き感、象徴的な造形、人間の体内感覚といった要素を重視して、別の可能性を切り開いた。一方、白井は、山本雄造の著書、真実一路以来、辞書も含む多数の想定デザインを手掛けたことでも知られる。特に1962年総刊授に、 デザインされた中高新書の見開きは今も使われている。ちなみに1941年に建築設計を手掛けた島中山荘は当時の中央公論社社長島中有作の別荘であった。70歳直前に初めて出版された白井の作品集もやはり中央公論社から出版されている。1973年に創刊された 中古文庫の内表紙の鳩のイラストも担当している。建築のまとめ方が変わっており一つ一つバラバラになった。建築の要素をこういう考え、これはこういう気分だというように、頑固のまでに事故を介在させることによって組み立てるやり方を取った。正一語の身とでもいう独自の美学を持ち、白井の建築には一つの了解としての重量感があり、存在感が溢れさせていた。 そうした美学と技柄を支えていたのが普段から怠りなかった目と手の修練で目の修練としては実際に家具、ランプ、食材などを直接自分で集めて生活の中でそれらの持っているエッセンスを引き出すという本格派の手法を取る。また手の修練としては一流の域に達していた書道があった。幼少時に京都市内の近所の寺で習字を習った経歴のある 白井は九州で大爆の書を見たことをきっかけとして建築の仕事のない時書に勤止んだ。この書は監視や仏教用語の独特の教養を表現したものであり生前から古典が開催されている。しかし近年白井研究所所有の書には完成作でないものまで業者に渡されて書店を開催。白井建築研究所所有の書は別の業者が管理して 松坂屋などで展覧してきた。旧松井田町役場前商事本堂新和銀行、大葉都市天新和銀行本店渋谷区立、昭和美術館秋田県内、特に湯沢市には白井が手掛けた建築が多数残されている。宇ご城の宇ご病院が県内で最初の作品として知られている。宇ご病院、小松中央病院の図面は白井聖一研究会、本部、京都市。 石澤勝子主催が2006年2月に探し、湯沢市内の建設会社、マルシン、多角建設で見つかった。なお、京都市出身の白井が、秋田で多くの仕事の機会を得ることができた理由は、疎開中に秋田の知人宅に火災道具を預けた縁によるものである。原爆道計画は、現在、原爆道建設委員会によって、国境を越えた。 被爆医療に役立つ施設の中心として、原爆堂の建設実現を目指すプロジェクトが模索されている。この計画案のデザイン性は、日本の建築、土木ドローイングの世界などによると、白井の特性である現在に活躍中の建築家に、大きな影響を与え活動のようなデザインの流れの中で生まれてきたものなのか検討がつかなく、建築士屋の頭を悩ませており、 それをよく表している案であるという。学校で近代建築を学んだもののようにまず頭で理解し、その考え方や方向やシステムを咀嚼して、デザイン表現に下ろしていくような建築の習得の仕方とは全く違い。白井の場合、狙いを定めた建築に対し、体ごとぶつかっていって手紙味でその製図を体得するようなやり方を取る。 事実これを裏付けるエピソードにことか,かない。例えば、たまたま、好き屋建築をやるという段になると、それは、いい機会だということで、徹底的に勉強し、大工、職人の技術まで、自分のものとしている。欧州の古典建築の甘え方もこれと、同じやり方で行っていた。近代建築が欠落させていたものを、自分の建築に持ち込み、 それが時代を超越した価値を持つ本来的な建築であるとの信念を持った建築家と見られている。近代建築を使命を持って推進する、あるいは近代建築に反対するというような意識はなく、白井にとっては近代建築も意識の中にあってもそれも欧州等の古典建築や日本の伝統建築と同列にあり、白井建築を作っていく上での一つの素材に過ぎなく、 このことは、白井の独自の建築の学び方、最初に哲学を学び、最後に建築に戻り、しかも建築の習得が常に独学であったことと絡んでいる。ありがとうございます。